オートヤ、不適切動画のバイトを首に、犯人に法的措置へ。先日、オートヤの定員が SNS に不適切な動画を投稿いたしました。これに対してオートヤが次のような発表を行っております。本年2月16日に発覚いたしました、当社従業員による不適切な行為について、社内調査の結果をご報告いたします。本件は、 大戸屋の運営する直営店大戸屋ご飯どころリンクシークル店のアルバイト従業員により同店舗内で撮影されたものでした同じスタッフにより撮影された動画は4本ありこのうち3本が昨年の夏頃から年末にかけて不適切な行為を撮影し個人の SNS アカウント上に投稿されたものと判明しました ただし、今回、別の SNS 上に投稿された人物の特定には至っておりません。動画内で使用された配膳用のトレイはすでに破棄、交換されております。当該従業員は2月18日付で退職処分としたことに加え、法的措置を検討中であることをご報告いたしますとなっておりまして。こちら、このような形で飲食店などで 不適切な行為を動画で撮影し、投稿するという犯罪的な行為が横行してしまっております。こういった行為を防ぐためには、単なる教育だけではなくて、働いている間はスマートフォンを使わせない、また厨房内に防犯カメラを設置したり、監視を行う、 人員を廃止する。こういった対策を取るしかありませんので、サービス業の皆様、しっかりと対策を取っていただき、このような事件をこれ以上起こさないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。